今月10日に亡くなった遊佐町の時田博樹町長の葬儀が執り行われ、600人以上の参列者が別れを告げました。遊佐町によりますと、時田博樹町長は今月10日午前、日本海総合病院で心筋症のため亡くなりました。73歳でした。時田家と町の合同葬儀には、親族をはじめ国会議員、自治体の関係者、一般市民も合わせ600人以上が参列。式に先立ち、池田義也副町長が遺影に語りかけました。悲しみと無常の念に暮れています。時田町長の目指した攻めの行政、諦めず実行し続ける行政にしっかりと邁進してまいります。時田町長は2009年から町長を務め4期目。若者の子育て世代の定住促進に向け、子どもセンターの開設、18歳までの医療費の無料化に取り組むなどしました。新たな町長選は来月19日に告示されます。